今回は2023年4月11日発売のマイトレックスの EMS ヘッドスパプロを紹介します従来品の EMS ヘッドスパは電気バリヘッドスパとして人気化しましたが早くも改良されたプロバージョンが登場しましたそこで今回は EMS ヘッドスパの新旧のモデルを比較しながら違いを紹介します 全身で EMS を使ったケアに取り組みたいより深く強力な頭皮ケアがしたいお風呂美容を充実させたいそんな方々にもおすすめのアイテムですピチェコチャンネルでは実際に購入して使った美容アイテムやシャワーヘッドを紹介していますピチェコのインスタグラムでは使い心地や効果について紹介していますのでコメントやフォローをいただけると嬉しいです チャンネル登録や評価もお待ちしています。これが EMS ヘッドスパプロです。従来品に比べて価格が1000円近く高いですが、使い心地に関わるあらゆるポイントが改良されています。従来品と比べながら違いや改良点について詳しく紹介します。一つ目がパワフルにケアできることです。EMS ヘッドスパプロは、 EMS と呼ばれる電気で筋肉を刺激する機能が最大180%ほどパワーアップしています。従来品の EMS では物足りなかったという方にもおすすめです。 シャンプーしながら頭頂部で使った時の EMS の感じ方を比較してみると従来品のレレベベルル5よりもプロのレベル4の4方が強力に感じました EMS の感じ方自体は個人差があり濡れ具合や筋肉量などによっても違いますが確実にパワーアップしている印象です。ちなみに EMS は レベル1で使えばそれほど刺激を感じることなく使えます EMS 以外にもほぐしの強さや深さという点でもパワフルに仕上がっています最大回転数は従来品の方が速いもののブラシの距離が近くなったことブラシ同士が密集しながら動くようになったことでつまみ上げる感覚が強くなり ボリューム感あるケアができます。 2つ目が繊細な使い方もできることです。EMS ヘッドスパプロはパワフルなだけでなく繊細さも兼ね備えています。従来品は2段階の速度と回転方向を制御する方式でしたが、プロは回転速度を3段階調整できます。最小回転数を比較すると違いがよくわかります。 EMS ヘッドスパプロは従来品よりも低速で使えるためより繊細なフェイスケアができますまたエステサロンなどでも注目されている赤色 LED によるフォトケアも同時に体感できますさらに従来品に比べてブラシの種類が1種類増えて3種類になっています新ししく登場した ニードル型のブラシは頭皮専用で、他のブラシよりもしっかり頭皮を捉えて、EMS の刺激もより体感できます。フェイスブラシは先端が丸く加工されていて、顔や首、デコルテで使えます。力を分散しながら使えて心地よくケアできます。 このブラシは頭皮や二の腕、ウエスト、太ももなど全身で使えます。5段階の EMS と3段階の回転数3種類のブラシで使う場所に合った最適な使い方が見つかります。3つ目が持ち運びやすいことです。EMS ヘッドスパプロは従来品に比べてコンパクトなだけでなく、 重さが15%ほど軽くなっています。このようにブラシの構造自体も改良されていて、軽量化しています。小型化されていると気になるのがバッテリー性能ですが、フル充電後の動作時間に大差はなく、外出先でも使いやすいと言えます。 むしろ低速回転での動作時間は長くなっています。続いて EMS ヘッドスパと EMS ヘッドスパプロの共通するポイントを2つ紹介します。一つ目がお風呂で使えることです。IPX7 という水深1メートルに30分間沈めても浸水しないレベルの防水性能を誇ります。 これらのアイテムをお風呂で使えるメリットはたくさんあります。湯船に浸かりながら使えて時短美容につながる汚れやメイクを落とした状態で使いやすい肌が潤った状態で使いやすく EMS を感じやすい使った後の水洗い掃除が簡単髪や肌が乾燥した状態でも使えますが 水や化粧水、トリートメント剤などで潤った状態での使用が推奨されていますお風呂なら髪や肌にとってベストな状態で使いやすいと言えますまたお風呂であれば過度な使用を防ぐことにもつながります個人的には使った後にさらっと水洗いしてお手入れできることが気に入っています ただし水没などはトラブルの原因になるためなるべく避けましょう2つ目が充電アイテムが充実していることです付属品には充電コードだけでなく AC アダプターが付属されています専用スタンドに接続して本体をセットすれば充電ができます 本体にコードを接続する手間がなく、おしゃれに保管しながら充電ができます。ちなみに充電コードを AC アダプターではなく、パソコンやモバイルバッテリーに繋いで充電することもできます。充電する際は必ず水分を拭き取った状態で水気のない場所で行いましょう。 今回はマイトレックスの新旧の EMS ヘッドスパを比較しました。少し改良されただけかと思いきや、様々な点が大幅に改良されています。個人的には EMS ヘッドスパから EMS ヘッドスパプロに買い換えるだけの価値が十分にあると感じます。EMS ヘッドスパプロは色々なアプローチから全身ケアができるため、 まだヘッドスパ機器や EMS 機器を使ったことがない方にもおすすめですぜひ参考にしていただけたらと思います他のヘッドスパ機器との違いを知りたい購入先を迷っているなどありましたら気軽にコメントいただけたらと思いますピチエコチャンネルでは他にも便利な家電やシャワーヘッドについて紹介していますのでチェックいただけたらと思います チャンネル登録や評価もお待ちしています。ご視聴いただきありがとうございました。